佐藤、イタチを無にはさせん。扉だ。外へ飛ぶ準備ぞ。最強ゾンビ4体、化け物3人。ここからの眺めは懐かしいぞ。アクラとあの赤髪からして渦巻き一族だ。どうしてサスケに協力することにしたのじゃ。私の生き方を真似し、あの子はカブトと違い私を真似なかったか。久しぶりの戦争じゃ。気を引き締めたいかんとな。どうも戦いよ。だが戦争もこれで最後だ。遅かったか。ぴったりだぜ父ちゃん。俺は波風みなと。いきなりあさっての方向から衝撃を。こんなのあり。文句言うな。江戸天聖の目。安心して、君たちの味方だよ。君はナルトの彼女かな。まあそんな感じ。あんたは黙ってな。サバザック息子をお手柔らかに願います。キュービモードでチャクラを感知してたんだ。そろそろ他にも。ミナト、相変わらず早いの。貴様わし以上の瞬身使いよの。初代様、二代目様、それに三代目様。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。まだまだ増援いるんだけども。こっち走ってきてるし。友達もじきに来る。彼も味方だよ。この気配、まさかとは思ったが、ミナトまで。な、俺の父ちゃんとはすんげーだな。冒険はしたのか。はい。先手を打つのも早いの。用心門。これでそう簡単には動け。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケ君、なんで。相変わらずやかましい奴らだ。てめえ何しに来やがった。俺は木の葉の里を守ることに決めた。ゴブサタ抜け人がいきなり帰ってきてギャグかましてんじゃねえぞ。自分